この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。パパ、お仕事か。行くか、釣り。本当？あれ、竿は？任せなさい。みんなの釣りを大応援。釣りが大好き。フィッシングユー。へそ忘れた。バケットマウス、座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。メイホー。今回訪れたのは愛知県知多郡の日間賀島。日間賀島といえばタコとフグの島ということで、今年もタコ狙いにやってきました。今年はどうも厳しいという前情報ですが、タコの顔は見れるでしょうか。今年もこの方と行ってきましたよ。さあ、今回は三重県のお隣、愛知県は南知多町の日間賀島へとやってきました。日間賀島、こちら1年ぶりにやってきたんですけれども、日間賀島といえばあなたの願い事叶うかも。釣らせてください。ということで、今回のゲストのヒデさんです。こんにちは。よろしくお願いします。私はどうでしょうかね。そうですね、まあ、去年はたたりですね、あれタコのたたり当たったんで、ただちょっと情報ではね、はい、全く釣れてないみたいですね。あれあれ、今日も去年のエンジンパターンですか。になるか、あなたの願い事叶うかもって書いてたんで、まあ、必ず叶うと思いますね。はい、わ、はい、かりました。じゃあお祈りして、今日も去年やりましたけどね。そうか。ね、またやりましょうか。ちょっと気合を入れてお願いします。はい。はい、お願いします。タコ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 。しっかりお祈りをしたので、きっとタコも顔を見せてくれるはず。日間賀島のニッシーがお出迎えしてくれていますよ。さあ、頑張ります。まずは西港からスタート。さあ、まずは堤防へとやってきました。ここはね、2年前私が初めて深っ張りからタコを釣って、ね、1投目で釣れたところですよね。ドラゴの調整を僕言わんかったからね、わーってなってしまった、なったとこや。そうそう。じゃあ今日使うタックルなんですけど。そうですね、はい、まあ、7フィート内の、まあ、岸タコ用の、まあ、ロットなんですけど、まあ、はい、これはまあ去年僕が、ね、うん、監修させてもらった音なんです。で、エギですね。はい、このエギです。これはもうおなじみの、そうですよね、そう、墨族さんのね、はい、あのタコエギになってます。もうこれはもう船でもおかっぱりでも、もう、もう大活躍。大活躍、本当大活躍。もう今タコ言うたらもう墨族っていうぐらいになってきてますんで、うん、はい、で振ってもらったら分かるように中にラトルも入ってますね。はい、で、まあアピールね、これも前回も説明させて、うんうん、まあアピールのもこのブレードもついてますし、うんうんうん、まあ本当これ簡単ですよね、セッティングがね。ピーそのまま直結ですもんね。もうしてますね、はい。猿感に、うん、はい。もうこれダメやった場合はもう誰かに責任取らしますんで。あ、そういう結果になりますか。大丈夫です。間違いなく今日は爆上できますんで。頑張ります。頑張ります。はい、じゃまずとりあえずここから行くんですけど。はい、行ってみてください。この本当にキワのとこピンとして。そうですね。まずそこまで落として、はい、落としたらラインがニャーとなりますよね。はい、でそこでもうそういう形で持って。いいでしょ。で、前にずっと進んでいってもらう。お前はタコか。そうですね、タコですよ。タコです。はい、あの船来ましたよね、はい、で船来た時ってやっぱそういうので下スクリューでかかれるから、下って結構巻かれるじゃないですか、はい、バーッと、はい、でそういう時に小さいベイト類がバーッと行った後とかはね、結構投げるのチャンスですね。はい、ベイトいました。めちゃくちゃいっぱいいます。他にも釣りを楽しまれている方がたくさんいらっしゃいました。海水浴場内のエリアは釣りが禁止となっていますので、ご注意くださいね。ちょっと反応が、そうですね、ここは期待通りという期待通りさあ次、気を取り直していきましょう。そうですね、はい、レッツゴー、はい、レッツゴー。残念ながら反応がなかったので移動です。次にやってきたのは2年前に爆釣したポイント。さあ次のポイントってやってきたんですけれども、うん、ここではこの新色ですよね。そうですね、はいはい、今香織ちゃんが持ってるのがキャバレーピンク。また名前が斬新ですね。キャバレーピンクね、
昭和の方にはもうキャバレー言うたらどういう意味か分かりますけど、最近の若い方は分からないでしょうね。ちょっと分からない。分からない。僕も分からないです。そうかな、お父さんによう連れて行ってもらったんですよ、キャバレーね、昔。まあ、で、もう一色がスプラッシュインク。はい、うん、ね。そうですね。またこれもアピールになるんじゃないですか。なりますね。ね、まあ、黒色っていうのはね、うん、まあ、演技でもそういうカラーって、ここで、ね、はい、2年前は爆笑したのもあれ黒カラーなんで、そうですよね、はい、まあ、それをワンポイント入れることによって、まあ、アピールはすごく良くなってると思う。そうですね、黒いですね。こだわったカラーですね。ここは投げてみようかな。投げてみますか。はい、投げてみましょうか。はい、投げて広範囲に探っていきます。そう、今落ちたね、はい、もうここからスタート。ヒート受け取って、こういう風に前に動かしてもいいし、こういう風に手前に引っ張っていく感じで。その2年前までだったらどうですか。やっぱそれ周期があるんですかね。それまではずっと釣れてた。タコは釣れやんけど、ゆでタコならおるよ。だってタコツボには入ってないんでしょ。はい、こ、はい、気分を、もうここで粘ってもしゃあないで。お昼休憩を挟むことに。さあ、お腹も空いたので。そうやね、お腹ペコペコやね。ペコペコですから。ちょうど島ランチのお店、バルカさんってお店、おー、なんか面白そう、結構美味しそうなお店なんで、ほんまですね、行ってみましょう。美味しそう。だからいっぱいありますね。ほんと、タコの唐揚げも美味しそう。島カフェバルカね、ランチ。どこ座ったらいいですかね。そう、お料理届きました。お腹減ったね。はい、これカオルちゃんの何なの。これひまかじまさんのタコなんでね。で、釣る前にね、食べちゃう。これ食べたらひょっとしたら今日釣れへんのちゃう。爆鳥、爆鳥。今から後半戦やのにこんなの食べて釣れへんようになるよ、これ。いやいや、これを釣って仲間をこう呼ぶと。呼ぶと、はい、あ、シラスも有名だね。ひまかじまシラスも有名なんで。なんか島シラスって書いてますよね。これもやりますね。のフォークジンジャーっていう分ですね。はいはいはい、やっぱりもう地元の地産地消の食材ですね。ね、でこれもタコ飯、うんうん、これもなんかこうちょっとこれプラス、うん、まあ、100円でこれ買えれるということで、シラスのサラダ、うん、でまたこれ島の海苔みたいなね。いいじゃないですか。あ、おいしい。やっぱいい色になってます。染まってますね。いただきます。これなんか、うん、タコの味がすごい染みてる。これあれちゃいます。それ僕ご飯に買うちゃうんだよ。6回ぐらい、はい、ね、しましたね。頑張って釣れると思う。美味しいご飯をいただいて、さあラストポイントへと向かいます。ラストは東港へとやってきました。気合を入れて再びスタート。なんやろうな、やっぱ青かっぱりあかんのかな今。なかなか2回連続、2連連続坊主ってないですからね。まあそんなことはないと思いますよ。今変なこと言いましたけど。ちょっと弱気かな。2年前は貝殻もたくさん落ちていて、タコが抱いて上がってきていましたが、今年はその貝殻も全くありません。ウニ釣れた。ようやく釣れたのはウニでした。まあ、このタコの島言われてるとこでもやっぱりこういうことがあるんでね。元の方がおらんっていうぐらい。そうですね、漁師さんがおらんって言った時にはちょっと今そうですね。だから逆に言って漁師さんが今おらんっていう中で、ここで最後ね、かおりちゃんなり僕らが行き来したらかっこいい。かっこいいですね。タコに恨まれとんのかな。ここ前回かおりちゃんが、ね、それ出た後に根が入ってて、出た瞬間のここでした。釣れてた後釣れるよっていう話をしとって釣れましたよね。なんかここ来たらなんか最後やること決まってるみたいになってるやんか、これ。ええ、2人坊主ということですね。ええ、それじゃもうお分かりですよね。そうです。ね、ね、せーの、どうもすいませんでした。来年頑張りましょう。頑張りましょう。来年ですよ。頑張りますよ。来年、来年もよろしくですよ。3年目の坊主。私は去年だったけど。おい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 。どんなんやこれ。これか。やってもうたわ。いや、期待しとるやないか。
残念ながらタコの顔は見れませんでしたが、とっても楽しい投稿でした。来年こそは釣るぞ。フィッシングユー伊勢店から尾鷲に木浦でクロダイ47センチまでを2枚の超過、両型のクロダイが上がっていますよ。なんとこの秋にポイント5倍セールを開催します。期間は9月12日水曜日から24日月曜日まで、あっと驚くようなサプライズ企画も開催予定です。ご期待くださいね。日永島網元釣り堀センター消毒丸から重松さんグループマダイ32枚に他ご覧の超過です。橋倉さんマダイ14枚にワラサもキャッチ。マダイ釣り体験コース手ぶらパックコースのお手軽釣り堀体験を実施しています。魚処理場が2台完備になっていますよ。ご利用くださいね。紀北町レンタルボート N テックマリンから大東さん他マダイ、ワラサ、アマダイなどを釣られました。水木くんナイスサイズの赤旗をゲットやりました。笠井さんほか大門旗肩揃いで釣られていますよ。魚種豊富に釣れています。鳥羽市山江戸線から多田さんチヌ41センチまでを10枚にマダイもキャッチ。浜口さんチヌ38センチまでを11枚と2桁超過です。生食用の冷凍ガキ、かき氷、ミネラルたっぷりのひじき販売中です。詳しくは山江ホームページをご確認くださいね。鳥羽市利休丸から森田さんほか鬼横瀬40センチまでを多い方で9匹、うっかりカサゴ30センチまでを多い方で5匹の超過です。アコウダイ、オコゼ、アカムツなど季節に応じたターゲットで深海釣りが楽しめますよ。ぜひ美味しいお魚を狙ってくださいね。月間プレゼント釣り券より新製品のミチ糸とハリスをセットで1名の方に、フィッシングユーよりファミリーテトラセットを1名の方に、明宝化学工業よりバケットマウス BM5000 20リットルを1名の方に、 TN 製作所よりロッドセパレーター2個入りまたは1個入りを各5名の方に、 N テックマリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウス、座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。メイホー、惚れた晴れたも人よの恋遊び、今日が明日の夢探し、気ままな女旅。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。